トカチキカツオのトカチャンネル、はい、はい、今回はいろいろね、世界チャンピオンだったらみたいので、はい、そんな話、じゃあ今回は沖縄の後輩でもある、ボクシングの後輩でもある江藤光輝チャンピオン、はい、ね、世界チャンピオンになったら何が手に入る、はい、僕はですね、まず、いや、単純に言いますよ、じゃあ絶対みんなが手に欲しかった世界チャンピオンベルトですよ。ああ、まあそれは入るよね、世界チャンピオン、あ、世界一の称号が入った、はい、他にまあ分かりやすくモテ期が来ますね。おお、モテたんだ。モテました、ね、世界チャンピオン江藤光輝っていうだけでモテたわけだ、うん、モテましたね当時は。そうですよね、私もこんな小さいのにね、普通女性の目線にも入らないいや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 、もうチャンピオンじゃないですか、世界チャンピオンじゃないですか、すごいですよね。昨日一昨日まで一緒にいて話もかけてこなかった人が、ああ世界チャンピオンじゃないですか。あと一つありましたね、親戚が増えます。親戚増えるんだこれな。いや、もっとっすよね。親戚どころか親友まで増えるんだ親友と思ってないやつまでもう大変だよ。本当に増えましたね。何が困る、そういう時に困る人はどんな人？返事に困りましたね。返事、どんな返事が出てくる？いや、あの、返事急に来て、返事かと思って、高橋さん急に来て、江藤君、私調べたんだよ、あの遠い親戚なんだよって言われて、なんて答えます、そういう時。そう、親戚なんだよって、誰のって言ったら、おじさんの、誰なりのおじさんの、私のおじさんの知り合いの友達の、親戚じゃねえだろって言って、友達が入ってんだから、その時点で親戚じゃないのに、その人は親戚の風に言うね。その時は私も、あ、親戚なんだと思ってるんだけど、家帰って、いや、こういう人に会ったって言って、探っていくと、それ知らない人じゃんって言う、はい、結局知らない人だったんだよな、結局。おかしさ、うまいね、やっぱこの返しが。いやいや、すごい。なるほど、そうやって返せばよかったんだ。え、いつも返事に困ってた。親戚困るよね、あれ。はい、あ、そうなんですかって言うから。そうだろ。なんで今まで出てこないんだっていう親戚が初めて世界チャンピオンになると出てくるんだよ。まあまあまあ、それはまあありがたいことだけど、まあそうですけどね、はい、あと金借りに来るやつ多いよな。いましたね、金か、俺をいっぱい貸したよあ、そうなんですか。ほんで自分で周りから、お前バカだな、なんで借用書取らないんだって、いや信用してるからいいでしょって言って、はい、そういう人がみんな音信不通になるんだけど、じゃあ歴代、お前はバカだなって言われて、あ、俺は世界チャンピオンの中でも大バカなんだと思ったら、あの歴代チャンピオンが集まる時があって、そんな話になったら、みんな私より 大きい大金をやられたらしいよだから世界チャンピオンになると金あると思うんだな、みんなな、ね、なんでだろう、ファイトマネー公開されるのかな、バーッと出るからみんなあると思って、いや、借りに来るらしいですよ、何億もとか何千万とかファイトマネーの想像してるらしいです。ある。いやいや、だから。いや、だある、貸したとか騙されたとか。いや、僕そんなに儲けてないんで。まだ貸してなかった。貸してなかったです。あ、じゃあ二人目だ。言われたのは。歴代チャンピオンね、もう60何人とか70人ぐらいいる中で、二人だ。初代世界チャンピオンの白井義雄先生と君だけだ。他全員みんな金で失敗してる。すごいっすね。持っててもいいことはないのかもわからんね。まあ、世界チャンピオンだったらそういうことがあります。他には何の質問ですか質問まで忘れるからね。いや、あ、手に入るもんだ。そう、手に入るもん。いや、手に入るとか、こんなことができたとかね。あ、でも、嫁さんが手に入りました、ね、あ、嫁さんはそれ人工的にある嫁さん結婚したいとみんな手に入ってるから、あ、そうか、チャンピオンかけない、チャンピオンかけない、それはもう結婚できる人はみんな手に入ってるわけだチャンピオンがゆえに徳橋さん、なんか特別なもんありました？特別なのか、まあ多分特別だと思うんだけど、海外行く飛行機に乗ってたら師匠さんがやっぱ分かってくれて、コックピットすごいすごい、コックピット行けますよっ って紹介してくれて、コックピット行ったんすか。コックピット上がったらさ、みんなさコーヒー飲んでさ、めちゃめちゃ喋ってる、おお、前見なさい前見なさい、危ない危ない危ない徳井さん今自動小銃、ああ自動で行きますんで、あ、そうなの、びっくりしちゃった、前見ないでみんなコーヒー飲んで喋ってるからさ、でもすごい、コックピット行ったんですか。
コックピットまでしょ、それもやっぱだから社会チャンピオンだったからなんだろうなと思って。ああもう間違いないですよね。そうでしょ。他に何かありますか。いや僕はやっぱ人望ですかね。あ一番そうですね。チャンピオンになってバーッと人が寄ってきますよね。チャンピオンチャンピオン、はい。でここでやっぱり多いじゃないですか、あの企業の社長さんとか、会長さんがと会食するとーパーティーとか、ね、なかなか出会えない人に、ねね、会えるよね、うん、めっちゃもう4回戦の時はもう超もうなんていうんですか、例えが出てこない、ちょっとごめんなさい、大丈夫ちょっとごめんなさい、例えばまあまあすごい素朴な生活でね、あそじゃあ高級店に連れて行ってもらったり、あそうそうそう、会社で社長社長会長先生大臣大臣みたいな言われる人もチャンピオンチャンピオンって言ってくれて、そうですね、これありがたいよね、本当にありがたいですね。学校ではいつも立っとけって言われたやつですねどうぞどうぞお座りくださいって言われてねありがたいですよね、これね、チャンピオンがゆえに、どうこれはもう間違いないですよ。他に何か入った、例えばメイウェザーだったらすごいよね。メイウェザー選手ね、5階級無敗制覇してですよ、最高の世界最高のファイトマネー1試合300億もすごいっすよね。この人はすごいよね。もう来るもう高級車が10何台20台ぐらいあって、それで豪邸もないくつか持ってて、はいはい、自家用ジェットで日本に20何15人か20人ぐらい乗せて2台で来るんだよ、はい、40人連れてくるわけだ次元が違う、自家用ジェットでしょ、スポーツ選手がすごいですよね。次元が違いますね、ちょっとメイウェザーすごいですね。まあ日本はそこまで入らないけど、どうまあでも入ったのはあっという間に近いもんね。絶対そうっすよね。何に近い、僕はほとんど飲み台に消えましたねそうね、だいたい飲んだり食べたりね、まあ、あと後輩にとか知り合いにおこそしたり、ね、ああそうですね。だから太っ腹になるよね。なんでなんですかね。いいよって。いやそれはそうでしょ、10万20万の給料もらったのがいきなり何千万とか、はい、もらうともう、ま、で負けないからしょっちゅう入ってくると思うからバンバン使っちゃうよね。でバンバン使うとあっという間にないよね。ほんとすぐなくなりますよね。すぐだよね。びっくりしますほんとに。そう俺何千万の中にか通帳にあんな入ったのに誰がこんな甘いこんだけしか残ってないじゃないかってあんたでしょって言われたら、ね、あ俺なの計算しないで毎日使ってるとあっという間にないよね。いや本当そうね、本当そうです。はい、じゃあ世界チャンピオンになってなんか他に嫌なこと、嫌なこと、今度は嫌なこと、いやでも一つあったのはやっぱり思いっきりパッションできなくなったそう思ってた人できない、まあ、有名で、それは世界チャンピオンじゃなくても有名人になったらそうなる。で、やってました多少、多少多少はするでしょ、昔は今はそう簡単にはできない。めっちゃ人目気にしません、誰かに見られてないから。いや、人目気にする人がいるとこでしないだろ。ああ、もちろんです、もちろんです。めっちゃ昔はしてたわけね、人がいるとこで。そうそうそう、いやいや、いやそんなことないですけど余計、まあ、酔っ払ったら分かんないけど酔っ払ったら分かんないけど人目をなんか気にするようになりましたね。それあるよね、見られてんじゃないかって。そうでしょ、だからタレントさんとかみんなそうなんだろうな、はい、それもあるけど、それ以上になんかちゃんとしてる人、頭のいい人って思われるのが不思議だよね。あれなんで世界チャンピオンなんだからと思うから、英語も喋れないの、なんて、なんでこれ知らないのっていう、たまにバカにされることもあるよね。世界チャンピオンはだってボクシングのチャンピオンだから、数学のチャンピオンでも英語のチャンピオンでもないのに世界チャンピオンなのにこれできないんですかってみたいなあるじゃん。これ不思議なんだよ。あと世界チャンピオンだからいい人だっていうのもおかしいだろ、はいはい、あそれもありますよ、ね、な、昨日までだって世界チャンピオンランカーだったんだよ。世界チャンピオンじゃなかったんだから1日で世界チャンピオンで、その次の日から賢くなるわけないですよ、ね、世界チャンピオンだから人間できてるんでしょ、次の日からなれないよな、うん、おかしいです、あれでもな、一応世界チャンピオンという目でそうやって見られるからな、しょうがないな。